マラウイ準備銀行はマラウイにおける中央銀行で同国の紙幣であるマラウイクワチャの唯一の発見銀行である本店はリロングウェに置かれているこの銀行はイギリス植民地時代に存在したローデシアニヤサランド連邦銀行ニヤサランド支店の流れを組む銀行であるこのローデシアニヤサランド連邦銀行は南ローデシア北ローデシア ニアサランドからなるローデシアニアサランド連邦の中央銀行であったが、1963年にニアサランドの独立を受けて、同連邦銀行の組織は一部解体されることになった。マラウイ準備銀行は、マラウイが独立を遂げた1964年に国会で承認を受け、1965年6月から創業が開始された。1981年には、 ブランタイヤからリロングウェイと本社を移転。1989年には中央銀行法が改正され、財務省や政府から独立した組織となったほか、マラウイ財務省の管轄する財政政策や金融政策からも切り離された。そのため現在のマラウイ準備銀行は政府による財政、金融量政策の監督業務も行っている。二千九年九月十四日。 2005年から、総裁を務めていたビクター・ムベウェの公認として、パークス・リゴヤが新総裁に就任した。マラウイ・ダイジェスト、ドクター・ライゴヤ・イズニュー、リザーブ・バンク・ガバナー。ありがとうございます。